どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回は弓を使うなら覚えておきたいトライストリンガー小技5000となります。スプラ3での俊引きともあって、弓を単純に使ってみたい、または極めてみたいという方が多いかと思いますが、苦戦しているのではと思います。そこでスプラ3開幕からずっと弓だけを使ってきて、これ使えるんじゃねと思ったものを5つまとめてみましたので、弓使いの仲間に紹介できればと思います。ただ紹介するだけではもったいないので、使いどころと理由など細かくお話もできればと思います。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。まずは弓を使っているとついつい起きてしまうのがインク切れです。いつの間にか敵に詰められて逃げられないということがよくあります。こういった時は焦ってることもあり、そのままボタン連射してインクをなんとか出そうとしますが、いくら待ってもインクは出ないと思います。実はインクがなくてもあることをすると撃つことが可能になるんです。その方法はチャージをして撃つだけとなります。弓はチャージャーやスピナー同様にインクがなくてもチャージをすることでインクをひねり出すことが可能です。それを利用して足場を作ってイカ移動ができれば、インクも回復するため生存率が上がるという小技になります。できれば使わない方がベストな小技ですが、覚えておいて損はないと思います。弓の塗りに関しては使い方次第で大きく化けます。方法は簡単で、ちょっと上を見て連射するというだけです。動画で比較してみると分かりやすいですが、どちらも綺麗に塗れていますが、横幅の塗れ具合が大きく変わっていると思います。ちょっとしたことですが、これはスペシャルを貯めたり足場を塗るときに非常に重要なことになります。少しでも効率よくできるには越したことはないですからね。さらに効率を上げるのであれば、連射するだけではなく、ちょっとだけテンポを下げて連射するとより広く塗ることが可能となりますので、ぜひ使ってみてください。この方法は前後に対して特化した塗りとなります。正面を見ながら横に塗りをしたい場合は、ジャンプ打ちしながらカニ移動すると多少は綺麗に塗ることが可能となります。弓を使っていると縦打ちと横打ちの両方を使うことになると思います。どちらも一角が取れる攻撃手段になりますが、狙う相手の状況によって使い分けることが非常に重要となります。もちろん僕も敵の動きに合わせて瞬時に打ち方を変えてます。ではどのように合わせているかというと、立ち状態に対しては縦打ち、イカ状態に対しては横打ちとしています。これはインクリングの姿によって変わる面積に合わせてとなります。立ち状態では縦長になり、横の面積が狭くなるため、横打ちを当てるのは至難の技です。というかほぼラッキーショットになりますね。イカ状態では横に広くなるため、縦打ちを当てるにしてもぴったり着弾させるのが至難の技となります。そのため立ち状態は縦打ち、イカ状態は横打ちという風にしています。これを応用すると、潜伏しているイカを狙うのであれば横打ちが非常に有利になります。壁裏で立って待ち伏せしているであろう敵がいれば、縦打ちで頭に直撃させるということも可能になります。ただここまで言うとすごく便利なように聞こえるんですが、どちらも予測打ちが重要となるので、練習して慣れる必要があるというのだけは覚えておいてください。弓の強みは何といっても射程と一角が狙えるという点です。ただし一角を狙うにはフルチャ3発をきれいに当てる必要があります。さらに後衛武器のライバルとして射程の比較をすると、スプラチャージャーが一角ライン 5.2 本分に対し、弓は約 4.8 本分と短くなっています。これに関してはレティクルの反動で判断しています。この地点で対面すると負けが確定しますが、ある2つのことをすると射程を伸ばすことが可能となります。まずは1つ目、曲射を使うということです。
これは縦打ち横打ちどちらでも有効な方法となります。方法は簡単です。縦打ちならジャンプしてそのまま打つだけです。横打ちならちょっとだけ上を見るだけで飛距離が伸びます。これをするだけで射程はスプラチャージャーと同等にまで上がります。遮蔽物があるならこれでチャージャーとの睨み合いができるというところです。ですがこれでは一角が狙いやすいチャージャーの方がまだ分があるので安心できないんですよね。そこで2つ目の方法を活用していきます。2つ目の方法はイカちゃん2人分の高さにジャンプして打つという方法になります。どういうことかというと局舎の飛距離を伸ばすためにいい角度の調整をするっていうのが重要になるからです。局舎は角度によって飛距離が伸びたり縮んだりしてしまいます。そのいい角度がイカちゃん2人分の高さぐらいになるからです。これによりチャージャーより一角の範囲が 0.2 本分ぐらい伸びます。まあ、イカちゃん2人分ぐらいの距離感ですね。ただし当てるのが非常に難しいので狙うというよりかは相手の邪魔をするっていう方法になりますね。なるべく遠くから打ち込むというイメージでいいかと思います。僕自身これだけ距離がある場合は一角を狙うのではなくあくまで邪魔をして前線の味方の動きを良くさせるというふうに意識しています。ダメージを加えることができれば味方が少ないディスクでキルを取るチャンスにもつながるからですね。弓で使うことがないテクニックになりそうですが接近戦を有利にする方法になります。接近戦は基本的にはしたくないっていうのがありますね。連射で30ダメ4発で倒すことになりますがため1段階のハンジャーを使うことによって三角にすることが可能となります。細かく言うとため1段階の4分の3ぐらいで打つと三角が狙えるようになります。使いどころとしては基本ダメ元ですね。これ使ってるとき結構一か八かの戦法になります。ただ接近戦の対面で勝てることは非常に重要なので知っておくだけでもいいかなと思います。はい、ということで今回はここまでとなります。ちょっと長くなってしまいましたが小技といっても細かい部分が多かったと思います。すぐ使えるものも多いかと思いますので頭の片隅に入れてトライストリンガーを使ってもらえるといいのではと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。